こんにちは、グランピです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとポップグランピの小江戸さん真似してみました。今日は、前回パナソニックの開封動画を撮った、車体があったんですけど、パナソニック CX の FCXTD01、サイズ570のカスタムをするんですけど、今回それがまあ完成したので、それを紹介します。で、たまにこのグランピ来るお客さんで、どんな YouTube がいいですかっていう、僕全員に今出て聞くんですけど、昔みたいにここに GoPro つけてなんか走ってるインプレの動画楽しかったんで、それをまた見たいっていうのがあったんで、この動画の中間では、実際走ってきましたっていう、走ってきます、それを、動画の中間に入れてくっつけて編集して公開しようと思います。はい、そしたら今回紹介するのはこのパナソニックのこちらになります。 FCXT01 の570のカスタムになります。身長が183センチの方が乗ります。181センチで、股下が83で、サドルトップが735なんで、だいたい身長178センチから181センチの方はこういうサイズ感になると思います。いや、かっこいい。で、これ、県外の方なんで、また明日走行動画を撮って、明日って言っちゃったんですけど、撮って編集して配送します。じゃあそれでは、じゃあ走ってきます。あ、ちょっとお店の周りを今試乗します。漕ぎ出しが全然違う。前に出ますね。BB ドロップが短いんで、漕いでて楽しいですね、パナソニックの CX は。今日はアクロを行かずに普通に試乗です。サドルが C15 カンビウムの穴開きを使ってますけど、結構乗り心地いいです。これシルベラードよりいいんじゃないですか、これは。僕今シルベラードドロップハンドル全部つけてるんですけど、こっちにちょっと浮気しそうです。このサドルいい。あとびっくりしたのが、この CX の車体に700の 38C のタイヤが相性がいい。で、僕いつもこの辺を試乗してます。試乗コース、タイヤが、シムワークスのスーパーヤミじゃなくてボリューミータイヤの738、これチューブレスにしてます。マビックのホイールは品質がめちゃくちゃいいんで、もう一発でタイヤもはまります。やっぱいいですね、こういうよく走る自転車、最高。まだ新車なんで、ブレーキパッドとローターに当たりが出てないんで、まだブレーキちょっと止まり悪いんですけど、100キロぐらい乗れば大丈夫でしょう。バッチリですね、めちゃくちゃ走る。これ BB ドロップが短い、いいとこなんですけど、こうダンシングした時に楽しい、こう自転車打った時に。でホイールをそこそこ、硬めのホイール使ってるんで、このフレームの柔らかい特性が出て、より一層いい。でもしこれがタイヤが700の32とか28とかだと、こういう感じの乗り心地にならないんですけど、タイヤが太くて乗り心地よくて、で硬い車輪使って、で柔らかいフレームなんで、足し算引き算で自転車カスタムすると面白いと思います。じゃあそろそろ帰ります。どうしようかな、こっち行こうかな。
サドルがめちゃくちゃいい。今僕はあの IRC の冒険タイヤを、まあ、通勤で使ってるんですけど 740C、 この太いタイヤのスリックいいっすね。いや軽い自転車は。はい、グランピーです。赤信号なんで止まります。サドルがいい、これ心地いいですよ。僕は今だからこれですね、740C の冒険タイヤですけど、やっぱ38いいですね。これ38にしようかなという感じでした。走ってきました。嘘っぽい。どうでしたか。ということで、じゃあ今度は自転車の詳細を説明していきます。まあ、これもグランピーカスタムなんですけど、まあ、バーテープ、あの ESI のシリコンバーテープを使ってます。これがあの、今年から進化してここのキャップが取れづらくなってます。今までのこのキャップがポコって取れたんですけど、なんか長いのに変わってました。で今回も取れてない。一番いいのはシムワークさんのシムドロップをつけるのが一番いいと思います。で今回は、ステムとシートポストトムソン使ってるんですけど、トムソンがどうやらもう入荷が全然来なくて、今4ヶ月5ヶ月待ちになってますので、今回はだからギザプロダクツのステムとシートポストをつけてます。でトムソンが入荷したらお客さんに発送してこれは返してもらいます。でホイールはマビックのオールロードエリート 700C になってます。このホイールめちゃくちゃいいです。でタイヤはシムワークスのボリューミータイヤの700の 38C のチューブレスにしてます。マビックのホイールの品質が良すぎて、あのタイヤも一発ではまります。でシーラントは最初から付属しているシーラントがあったんで、今回それを使ってます。かっこいいです。 38C かっこいいですね。でコンポはシマの GRX を使ってます。で今回あえてなんですけど、フロントは変速機をつけてます。もしかしたらこのお客さん、数年後にダブルにしたいなって時にあのこれあった方がいいと思うんで、それも気を利かしてカスタムします。はい。でまあ、クランク系も全部シマの GRX を使ってます。フロントが 40T で、スプロケットが11の 42T、まあ、これだけあれば1対1切ってるんで激坂でも登っていきます。はい、いや綺麗です。今回あの驚いたのがこのサドルです。今まであの僕たちあの WTB のシルベラード使ってたんですけど、やっぱ WTB も全然入ってこなくて、やっぱサドルはサドル屋さんということで、このブルックスのカンビウム C15 アナーキをつけてます。これがめちゃくちゃ乗り心地いいです。いや本当にこれおすすめです。1万3000円ぐらいですね。で今回まあ全部のまあ金額なんですけど、これ言っていいか分かんないんですけど、ですね、約60万円です。60万円です。いやすごい。まあ、この自転車の特徴は、シクロクロスなんですけど、700の 38C つけることによって、まあ、太いタイヤのロードバイク今変身するので、もう本当漕ぎ出した感じ、多分インプロでも言ってると思うんですけど、めちゃくちゃよく走ります。本当高い位置から漕げて、なんか誰かにこう背中を押されているような、そういう感覚で走ってくれます。です。なんかゴミがそういう感じです。今パナソニックは納期がチタンは約1ヶ月なんですけど、まあ、こういう感じで完成車ではないあの組み合わせでできるので、うるさいな。で今後、パナソニック組む方が今後、2人いて、ロードバイク と、エンデュランスロードバイクを、まあ、とあとシクロクロスを組んでいくんで、またパナソニック今回からちょっと気合い入れて紹介していこうと思います。っていう感じです。多分全部で多分15分ぐらいになったと思うんで、今回はこれで終わります。もしあのパナソニックこんな風にしたいなっていう相談があれば、あの購入相談お待ちしてます。ではい、
じゃあ終わります。